シネマスコーレは愛知県名古屋市中村区椿町にあるミニシアター。スコーレとはラテン語で学校を意味する。開館当時のオーナーは映画監督でもある若松孝二である。若松は若い映画制作者が自分の思うような映画を作っても現実的にメジャー作品を配給する映画館ではそれを上映することが難しいと考え場を提供することを目的として 映画館を作りたいと考えていた。当初は東京の新宿に映画館を開館させる予定だったが、条件の合う土地やビルがなく断念せざるを得なかった。若松は知人が保有する名古屋駅西口のビルを借り、1983年2月19日にシネマスコーレが開館した。2012年末には松江哲明監督の フラッシュバックメモリーズ 3D を上映するために日本のミニシアターとしては初めて 3D システムを導入した。ホール若松はピンク映画で映画監督デビューしており、シネマスコーレでも当初はピンク映画も多く上映していた。1980年代後半からは旧ソ連や中国、北朝鮮、インドなど当時はまだ注目を集めていなかった。 外国映画を上映する一方で、黒沢明や小津安二郎など日本の巨匠作品や、市川雷蔵主演の眠り教師四郎シリーズ、牧野正弘の時代劇を集中上映するようになった。近年にはアジア映画も多く上映されている。ありがとうございます。